5236、小宮涼が父より稼ぎます。サイアウト6コース、地元の新人レーサー6号艇の小宮。第2レースは予選競争、インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。今スタートしました。内の5艇が並んだシート体系となりました。角から4号艇、国崎インから1号艇の池上、白1枠、逃げる1号艇の池上、攻めまくりやった2号艇の大和、3号艇の内、ガラッと枠、4号艇の国崎、5号艇、寺本、6号艇、小宮亮が向こう正面です。押し切った先頭、1号艇の池上で2番手差した4号艇の国崎、3番手差し3号艇、5号艇、接戦。一緒にコーナーの世界スタートは正常でした。トップ世界1号艇の池上、2番手は4号艇の国崎、くるりと5号艇の寺本をつける。差し返しの3号艇土井翔吾ホームに帰る。先頭は1号艇池上隆之、2番手は4号艇国崎由春。5248、本題、日本一のレーサーになります。そしてサイアウト6コースにスタンバイ、6号艇本題。幼い頃から憧れましたプロボートレーサーとして、いよいよ夢のスタートを迎えます。4レーサーランチタイム戦、新入員から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。内側の5艇がまずまず揃った進です。そのまま1周の1マークインから、先手は1号艇中辻、差しに向ける2号艇中野、握っていく3号艇坂本、それに続いて4号艇岸、内をついて5号艇井川大作でバックスリッチ、しっかり押し切った1号艇中辻、広野がトップ、リードのは5艇進。